カーアミットはハリウッドウォークオブフェームに星を持っている。カーアミットはセサミストリートなどに登場するカエルのマペットである。ジムヘンソンにより制作されたマペット第1号である。緑色をしており、セサミストリートではインタビュー記者、マペット賞では司会進行役のメインキャラクターとして登場する。誕生日は5月29日。 ヘンソンにとって格別思い入れの強いキャラクターであり、彼の意向で数年間カーミットの正規キャラクターグッズは販売されていなかった。1994年にイギリスの伝統校オックスフォード大学の弁論部で講演をしたこともある。彼が歌ったレインボーコネクションはビルボードホット100で最高位25位を記録し、後にカーペンターズや 元玉の柳原洋一郎がカバーした。なお、ファイル転送用の通信プロトコル、及び、それを実装したプログラムである。カーミットは、上記のマッペットにちなんで名付けられた。1990年、ジム・ヘンソンの死去とともに、スティーブ・ホイットマイアが、カーミットの声優に就任したが、自身が、カーミットを演じる唯一の存在であることを盾にした、許容できない活動が問題視され解雇。 2017年9月より、マット・ボーゲルが新たな声優に就任した。ふとじは、専属声優カーミットは、1955年5月9日に、WRC-TV で放送された番組、サムフレンズで、初登場。この時点でのカーミットはまだ試作品だったため、ヘンソンの母が持っていた、ターコイズブルーのスプリングコートが使用され、目玉には、ピンポン玉を2個も使用していた。 マペットショーでは司会者を務め、共同プロデューサーやステージの監督も務めていた。ジムヘンソンは、カーミットの仕事は、自分の仕事とよく似ているねと語っていたことがある。マペット放送局では、プロデューサーの他に、フロントマン司会も担当している。また、パロディーのコーナーにもいくつか登場している。ちなみに、カーミットを含むマペッツのキャラクターが、 ウォルトディズニーカンパニーに買収されるまでは、カーミットは、ジムヘンソンカンパニーのマスコットキャラクターだった。人形については、国立アメリカ歴史博物館で閲覧可能である。もともとは、メインキャラクターの一人で、カーミットニュースのキャスターでも活躍している。ちなみに所有権は、セサミワークショップではなく、マペッツスタジオ。セサミワークショップは、ジムヘンソンカンパニーから、 マペットキャラクターの所有権を1億8000万ドルで買っていたことがあるがカーミットは対象外だった。ザエレクトリックカンパニー。ありがとうございます。